さて、3日ぶり5回目の挑戦となります。心の中のサンゴ10本勝負でございます。さあ、だいぶ夏も真っ盛りで、セミが鳴いていて、ちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれませんが、ご了承ください。そんな中でもスプラトゥーンをやっていく。むしろスプラトゥーンってそういう季節のものですから。待ってくれロボットくん。危ない。ちょっと待って。3日ぶりだからといって、適当すぎじゃないかな。ちょっと、この、不慣れ感が、たまらないね。たまらないというか、良くないね。さて、そこで、バブルを割ってくる。はい、では、君、ゼロ距離来るの。待って、ゼロ距離やめて。やめて。あれ、俺一方的に逃げると思ったから、ちょっと位置を調整させるための動きでわざわざやったのに。だが何とか行けた。ちょっと待って。忘れることなかれ。マルチミサイルだよ、もう。あれ、君、慣性の法則。ちょっと1回目でダメだったらもう2回目にシフトするつもりで一応調整しておく。 OK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  で1回目の着地はここに来るから2回目の着地で呼び込んで3回目で場所を調整する。そしてここだ。ちょっと待って、君ロボットボムの使い方やっぱりうまいね。ほんと世界取れるよそれ。待って、着地来るよ。来るので、しっかりと、避けて。で、3回目でちょっとグー、奇数になってしまうのが、あまり嬉しくはないか。待って。着地来る。分かってる。だから、ちょっと待って、ええてくんない。まさかだよ、もう。あそこで甘われるか。予想していなかったな。さあ来る。ここで止まるから着地で稼いで。ちょっと待って、あとちょっといけそうっていうところに無理な突っ込みをしすぎ。さて、待機して。こっち？そっちか。はい、次バブル。バブル。ダメ。ちょっと焦ってる。こんなに寄ってくる人でしたっけ、君。またバブル来るよ。ちょっと、無理で。強引。ダメだ。今のは強引すぎたのは分かっているけども、こんなところで下手くそになってる場合じゃない。だからジェッパ打ちで先読みなんてことは基本ないので、その辺ぐらいは多少は楽なのかな。勝率が上がらないんですが。どっちか。嫌な位置に来ちゃった。あれ？ちょっと待って。そう、何も考えずに打ってくのやめて。お、でもこれはボムが久々にいい刺さり方したんじゃない？待って、この位置、最悪、バブルが全部残ってる。よし。だいぶ必死よ。さあで、ここで強引に、よし、休憩。ロボットボム君は結構位置を詰めて
どうにかできると思ってくれた方がいいかもしれない。よし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 、ここを詰めればあとはこれだ。1回目2回目になるから、ここが3回目になる。さあ君はもう逃げられないよ。ちょっと待って、外側に逃げるのは無しだって。そっちに逃げるのはやめて。お、いいとこ入った。これは着地くる。この着地で距離を詰めさせれば。ここだ、逃げられない。待って、ちょっと待って君、ボーム。うわっ、こいつたまんの速すぎるだろ。あれはやっぱ全部消費してねえな。絶対スペシャルゲージ3分の1だけ使って、あとでスペシャル使い回すなんてせこすぎるだろうがよ。はい、ここで着地枯れてない。エイムも安定してないね。次はバブル。ちょっと今日バブルに苦戦しすぎてる感があるので要注意。はーい、待って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 、バブルに踊らされすぎる。足元塗られすぎてるよ。むしろこちらが足元を塗ってどうにかしてやるくらいの気持ちがないと危ない。なぜ俺の近くで飛んでくるの。今日はやけに積極的じゃないか。よし、ちょっとダメージあったね。くぅ、初めて見たものを親に、いや親だと思うひよっかなんか君たちは。でもそういう見た目はしてるよ。あーはは、ちょっと今日ぐだついてんな。動きが全然安定していないよ。塗ってけー塗ってけー。ここで来る。ちょっと待ってくれ、なんか今日ひどくないか。おっしゃ、珍しい倒し方したぞ。クリアですね。そこかい、なかなかやりよるじゃないか。そんなくお、いいぞ。よし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 、これが常に刺さればいいんだけどな。はい、2回目よし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 。ちょっとロボットくんはやめて。1回目、2回目、3回目と。で、ちょっと待って、うわ、最悪、待ってくれ。回復させてくれ、回復させてくれ。インクが取られすぎ。1回目、2回目、3回目がこっちになっちゃった。待って待って待って、狭い。やっぱちょっと無理して狭いところで戦いすぎだな。ロボット消して、1回目、2回目、やっぱ3回目で広いとこ取られちゃうのはな、あまり嬉しくないが。これで着地が来る。1回目、2回目で、3回目で調整しておいて、今度こそ。よっしゃ、さすがに一生もできないなんてことはないと思いたかったけど、いやーでも今回はまた遅くの一生だな。さて、だが、ここからまだちゃんと勝てば、勝率は安定するはず。頑張っていきましょう。
もう基本的な動きはもうここまでで培ってきたものを全て表現するだけ。重ねてきた練習を思い出せ。4、5、6回。 OK。 もう直撃入ればかなりのダメージになるのは間違いないな。ただ直で狙うのは結構難しいよな。ロボット爆発させたけど、ちょっとこれは蓄積が痛い。これで下がらせておいて、ロボットくんやめて、ちょっとバブル邪魔、君すごく邪魔だよ。待って待って待って、よし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 、ちょっと強引なぐらいがちょうどいいってやつだな。次どこ？そっちか。これで待ってくれ、ちょっとエイムが全然安定してね。さて1、2、3、4、5、6回、かなりダメージ取ったな。よしよし、とりあえずジェッパーの弾は6発、スペシャル性能アップはないものってことかな。そういう風に把握しておけば、よし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 、これでいけるか。ちょっとバブル邪魔、俺今真剣勝負やってんだよ、邪魔しないでくれ。ちょっとここでバブルを消費させつつ、待って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 、いいとこ狙わないでくれ、うん、このじわじわ蓄積食らうのがやっぱり嫌だな。変なとこ狙ってくるね君。待って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 、お、でも結構稼いだ、稼いだ時に詰めるっていうのは大事だな。ロボットやめてくれ。さてマルチミサイル安定して倒せ、逃げて、よし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 、で次は着地、1回目2回目、で3回目。ちょっとこれ良くないな。お、これいいとこで吐かせたの。これまだあと2回ぐらい打ってくるから油断しちゃいけない。はい、ここの角に隠れたら君は勝てない。よっしゃ、2勝目までの感覚が一番早いぞ今までで。よし、セミ君も応援してくれているね。そんな熱い試合だ。さてこれであと3試合、全勝すればまさかの勝率5割だが、油断なくいけ。ヒーローを超えるっていうのは難しいな。ロボットを爆発させて1発2発3発4発5発6発。よし、ロボット爆発させて、どっち来る？そっちか。で、こっちには逃がさない。待って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 。爆発が痛い。よし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 。やっぱサブでダメージ蓄積入れとくのかなりうまいな。うまいというか、決まるとかなり嬉しい。決まるとっていう前提はあるにしろ、入った時のメリットがかなりうまい。よし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 、これでロボットも止めたので、次はマルチ
ここでロボット君を止めて、1回目を避けたら2回目で3回目で調整して、すぐにボム、ボムですね。角に追い詰めてボムでダメージっていうのが一番嬉しい。だがちょっと一旦塗りで制圧されるとすごい出てきちゃうんですよね。でしっかりとこの構造物の角に隠れる立ち回りも重要。相手がスペシャルを貯めてきたら奥で待機。よしよしよし、1回目2回目で3回目でくっ、さあもう一回撃ってくるでしょですよね。待って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 、分かっておいる、分かっておいるんだが、はい、これでもう逃げられない。よし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 、来た、初の2連勝だ。初の2連勝っていいのか。こいつにようやっと2連勝できたっていうのかな。これを最初に録画してからもう2週間以上経ってんのに、ようやく2連勝かよ。そして勝率3割を超えたのがこれで初というな。でもだいぶ進歩が見えてきた感じではあるな。これで間違いではないってことか。そう、サブウェポンを使えばさらに良くなるということも発見した。1回、2回、3回、4回、5回、6回目打ったらすぐに詰める。よし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 、いいよ、だいぶルーチン化されてきてるね。ここはで次こっちか、こっちに詰めてきたらバブルの出し方にもよるが、詰められれば詰めたいところだが。よし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 、これは大丈夫。ちょっと痛手は負ったけど、アーマーがだいぶ余裕を持っていた状態だったので悪くはない。次ロボット、この欲もやってくれたな。キミー、待って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 、めっちゃ追っかけてくる音がする。文章者の鐘の音よりもこんなにも諸行無常な音があっただろうか。いや、ない。ドス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 、ピョコ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 と、これを追い詰めてゆく。くー、三連勝ならずか。過去最高勝率というのに浮かれきったか。1発、2発、3発、4発目でここに待機していればちょうどいい。そこまで詰めてきたか。よし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 、だいぶ動き見えてきているぞ。ただちょっとロボットボムあたりがまだ安定していないというところかな。この慣れになんとかしてもらうみたいな、その感じがな。あなたでも手堅くいけちゃいますねみたいな、そういうのがないのがちょっと残念かな。よし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 、今のはいい動きでしたね。確実にこちらのインクで追い詰めていたところを見て動けていた感があります。ではここを止めて、この辺で隠れておいて、ここで2発目を誘導しておいてから3発目はここ。よし、いいダメージ入った。ここはもうそう打たざるを得ない場面。着地2回目打ってくるよね。3回目打ってくる。だがもうあまり余裕はないでしょう。待って、ロボットくん今いいところだから邪魔しないでくれ。だが完全にこの着地で余裕をも作られてしまったな。着地が狂う。1回目2回目
で、3回目と。逃げ場を塞いで、置きつつ、ロボットのせいで時間を取られる。これ最後だけな、ロボットじゃなくてスプラッシュボムとかだったらかなり余裕あるんだけどな。3回目ちょっと、ロボットやめて。本当に。これサブロボットじゃなかったらかなりぬるいな。ほんとロボットボムだからこれだけめんどくさくなってる。まあ、食い棒直撃狙われるとかでも相当嫌ではあるんですが。でも、ここが間違いなく嫌な働きをしているのは間違いない。ああ。よっしゃ。てか、勝って終われたの初めてだな。10戦目勝利。ということで今回の戦績は、4勝6敗と、負け越しではありますが過去最高成績、勝率4割まで上がりましたね。いや、おめでたいというところでしょうか。ただ、序盤の4連敗はまだまだ、もうちょっとやれたなというところもありましたし、惜しいところで負けてしまったところとか、ね。甘い動きでやられてしまったところが多かったので、その辺はもう自分との勝負、それこそ心の中の3号との、自分の中の存在との戦いになっていきそうな感じですね。サブウェポンスプラッシュボムの使い方に関しては、正直なくてもいけそうなぐらいまで、ある程度動きを絞って見てきてはいたんですが、やはり、要所要所で使った方が安定するなというのが分かってきましたね。伊達になぜ、ね、スプラッシュボムが使える状態なのかっていうところに、ね、注目するかっていうところがありますよね。いらなくても勝てるんだったら、そりゃ使えなくてもいいわけですから。わざわざ使えるんですから、なんか意味があるということだったわけですね。はい、その辺が見えたところがよかったかですかね。まあ、あとこのロボットボムで不規則に動かされるっていうのが、ちょっと慣れないと悔しく負けることが多いっていうのが課題ですかね。このロボットボムの処理をもう少しうまくいけばスムーズに勝つことも夢ではないかなといった印象ですかね。はい、そんな感じですね。心の中の3号との10本勝負。今回で第5回目でしたが、いい調子ですね。この調子で勝率5割、6割、7割、8割、9割、そしてゆくゆくは全戦全勝と目指していきたいところですね。では今回はこれまでです。ありがとうございました。